知ってください里親のこと。ネグレクトみたいな感じで始まりまして、それがちょうど6歳とかの時ですかね。施設に入って命救われたと思ったんですよね。もう食事も与えられなかったし。虐待や親の死別、病気などを理由に親と暮らすことができない子どもたちがいます。そうした子どもを家庭に迎え入れ、正しい理解を持って成長をサポートするのが里親です。里親家庭の下でできれば家族と同じような感覚で過ごしたいなっていう思いが芽生えて、あ、本当に決まって素直に良かったなと思いますし、私が施設も経験しましたし、こう養育里親も経験して思うのは、社会に出た時の経験値であったりとか、物事の考え方だったりとか、道の開け方っていうのがやっぱり違ったなと思いますね。感謝の気持ちってこう一言ではこうなかなか表現しづらいんですけど、生きる道を広げてくれてありがとうございますと、はい、伝えたいです。詳しくは里親の輪で検索してください。